シュリシュリ、ラビシャンカールシュリシュリラビシャンカールは、精神的指導者、平和活動家、アート・オブ・リビングの創立者。現在65歳。シュリシュリ、ラビシャンカールは、1956年5月、インドの南、タミル・ナード州・クンバコーナムの村にあるバラモンの家に、生まれる。17歳で現代物理学とベーダの学位を収める。両親の勧めで、 マハリシ・マヘイ主要議員に支持し、22歳で独立する。1982年、トンガガの側で10日間の瞑想の後、スダルシャンクリアという呼吸法を教え始めた。1986年には、当時のインドの首相から、ヨガシロマニの称号を受ける。アート・オブ・リビング財団の創立者。世界152カ国で活動が行われ、スダルシャンクリア呼吸法のほか、 サハジサマディという瞑想法やヨガも指導している。非営利の国際的な教育、人道支援団体としてアート・オブ・リビングを創設。ストレスをなくし健康を促進するパワフルなテクニックを提供している。1997年にシュリシュリは共同創始者としてイヤフを創設。持続可能な開発計画や人間的価値の向上、アート・オブ・リビングと共同して、 紛争解決の調整役などとして活動。インド、アフリカや南米では、イアフとアート・オブ・リビングのボランティアたちが、農村地域の最前線で持続力のある成長の達成に向けて尽力している。その活動は、すでに3万6千以上のそんな国で行われている。主理主理の人道プロジェクトは、自然災害の被災者、テロや戦争の生存者、少数民族など、 社会的に立場の弱い集団や紛争地域の子供たちなど多様な背景を持つ人々に支援を提供している。精神的指導者としてのシュリシュリはヨガと瞑想の伝統を21世紀の現代に適した形で伝えている。古くから伝わるエ知を伝えるだけに留まらず、個人や社会により良い変容をもたらすテクニックを生み出し、その一つがスダルシャンクリア呼吸法である。 この呼吸法はこれまで何百万人もの人々をストレスから解放し多くの人にとって自分の内側にこそ尽きることのない活力と平安の源泉があることを乱すきっかけとなるものだとされる。この30年ほどの間にこの呼吸法は152カ国に広まり人々の生活の質を向上させている。また平和活動家として紛争問題の解決に 重要な役割を担っており、世界各国の公開フォーラムや集会において、非暴力のビジョンを訴えて回っている。宗教や文化的背景に左右されず、平和の一点のみを停戦の調停や、和解協議の議題とする中立的な存在として知られており、紛争地域で平和を願う、人々の大きな希望となっている。イラクやコートジボワール、カシミールやビハール州でも、 敵対する当事者たちを交渉のテーブルに引き合わせたことでも評価を受けている。内なる平和も世界の平和も実際に可能であり、暴力のない社会は人間的価値の大切さに新たに目覚めることや奉仕活動によって作り出される。彼のメッセージにはそんな思いが込められている。アート・オブ・リビング財団はインドに本部を置き、世界中で多面的に活動する人道。 教育支援の国際 NGO。1982年にシュリシュリ、ラビシャンカールにより創設。今日では世界最大規模のボランティア組織。日本では一般社団法人として活動。世界各国のボランティアたちが人間の価値を育むという目的に向けて活動しており、国連経済社会理事会の特別顧問として世界を取り巻く。 様々な問題の解決に向けた国際会議や活動に参加している。その目標は個人、社会、国、そして世界全体のそれぞれのレベルに平和をもたらすことである。ストレス解消プログラムの実施から紛争の解決を含んだ平和活動。災害援助に心の傷のケア、貧困の改善、女性の地位向上、囚人の構成、教育普及活動。 女児選別団や、幼年労働への反対運動、持続可能な環境づくりなど、その活動分野は多岐にわたる。現在、アート・オブ・リビングの奉仕事業や教育プログラムは、日本を含む152カ国以上の国々で実施されている。インド・ベンガルールのアシュラムでは、アーユル・ベーダのトリートメントも取り入れている。ありがとうございます。